ピヨ先生、こんにちは。今回は甲状腺機能低下症にお悩みの方が体験談を投稿してくれましたよ。甲状腺機能低下症は内科、パーキンソン病は脳神経内科、パニック症は以前心療内科、訪問リハビリやエネルギー療法。パニック症状は昨年回転めまいに襲われ2ヶ月半で治癒したのですが、また最近ふわふわめまいと横になると回転めまいも起きています。それがひどくなるとパニック症状の顔がほてり、手足などが震え出し不安感でいっぱいになります。鍼灸などもしましたが、今は頓服を飲んでいて、他にもパーキンソン病や甲状腺の薬や安定剤があるので漢方薬で体質改善できたらとご相談しましたとのことです。ではご投稿いただいた情報からこの方の体質を探っていきましょう。甲状腺機能低下症があるそうですね。甲状腺は体の中の熱源である容器を支えていると考えますので、ここの機能が低下しているとなりますと容器の不足がありそうです。しかし冷えやすい、寒がり、体が疲れやすい、むくみなども特にないようですので、それほど容器不足の影響はなさそうですが、舌の色が白っぽい、舌に歯の跡がある、雨の日は体調が悪いなど、水の巡りにはやや影響が見られています。パーキンソン病はどのように考えますか？パーキンソン病は震えや筋肉の拘縮などの症状を主体とした脳の神経細胞が障害されて起きる病気ですので、震えなどの症状からは筋肉の調整に関わる肝機の潤いの不足の影響や、脳の神経細胞が壊れるということから人員の不足があるのではと考えます。 BMI の様子からは体全体としては潤いの不足に偏っていそうですし、皮膚や髪の毛は乾燥し、体温が高くないが熱っぽく感じる、のぼせることが多いことから、潤いの不足が肝機の上昇過多を生じさせて熱だけが上部へと向かい、体の上部で集中している様子が感じられます。それがパニック症状につながっているのですか？肝機の上昇過多とともに腎陰の不足によってバランス的に腎の熱である腎陽があぶれてしまい、体の深部にいられなくなって激しく上昇することで脳の働きを調整する神経が乱されてしまうのかもしれません。それら気の乱れによって上部へ熱が集中してしまうと、ふらつきやめまいになり、上昇する流れに腸管の動きが乱されると吐き気を感じ、喉に何かが引っかかるようになり、停滞している水が巻き込まれて水が停滞すると回転のめまいになるのかもしれません。ではこの方におすすめの自然療法を教えてください。お医者様の治療やリハビリの先生によって必要な治療を受けながら、食事療法や生活改善、運動療法などの体質改善方法はお伝えされているかと思いますので、今後もそれらを続けるのが大切かと思います。また漢方薬に関しましても、継続して診察を受けることのできるお医者様にじっくりと相談をしていただくことで、少しずつ体質改善をしていく方がよろしいかと思います。そこで別の体質改善方法として、お家で寝たままでもできる簡単な気功法をご紹介したいと思います。やり方としては、まずは仰向けになり、両脇に腕や手の力を抜いて投げ出して体全体をリラックスさせます。この時顎を噛み締めていたり、眉間に力が入っていることに気がついたら、それらも緩めていきましょう。その状態で鼻で軽い呼吸、つまり吸う吐くを行いながら、そのリズムに合わせて両手の指を軽く動かしていきます。ついで足のかかとに意識を向けて、やはり軽い呼吸にリズムを合わせながら、かかとを軸にして足を前後に動かしていきます。そして今度は同じく仰向けのままでお腹に意識を向けて、やはり軽いリズミカルな呼吸に合わせて、へそを中心としたお腹を上下に軽く動かしていきます。この動作をそれぞれ初めは30から40回、慣れてきたら100回程度はできるように練習します。もし座っていることができるのでしたら、安全に配慮しながらベッドサイドに座ってこれらの呼吸法を行ってみてください。やっている際に手先や足先に温かい感じや、ふわふわもわもわしたような独特な感じや、おへその下の部位に温かさや圧力感を感じてきたら、その感覚に意識を向けて、その感覚を味わうように続けてみてください。これらを続けていくと気が末端部へと広がり、
お腹の機能巡りも改善して脳の方に上がって神経を乱れさせている熱や気も引き下ろされてくると思います。これを行う際のコツとしては、手足が動かしにくいようでしたら呼吸だけに意識を集中するだけにして、頭の中に余計な考えが湧き上がってきてもそれに耳を貸さず呼吸に意識を向けるようにしてみてください。できれば普段からこの呼吸に意識を向けることを続けるようにしていると心が穏やかな状態を維持しやすくなりますので、気が向いた時にでもお試しください。今回は貴重な体験談のシェアをしていただきましてありがとうございました。少しでも症状が改善することを願っております。今回も最後までご視聴ありがとうございました。